佐柄城は、大分県佐柄市にあった、日本の城である。江戸時代には、佐柄藩の藩庁が置かれた、佐柄と読むのは誤り、大分百景、俗日本百名城に選定されている。江戸時代初期の1606年に築かれた山城で、山頂四角部の石垣とふもとにある、三の丸跡の石垣、建物は、三の丸やグラモンが現存する。また、三の丸御殿の一部が、 市内仙道町に、畜修会所として移築され現存する。このほか小浜御殿が、鶴谷学館の館長坂本永年の邸宅として、市内東町に移築され、後に、国木田独歩兄弟が下宿していたことから、城下町、佐伯国木田独歩館として利用されている。関ヶ原の戦いにおいて、徳川方に組みしたことにより、1601年、毛利厚生は、 海部軍に二万国を与えられ、文後国北軍引間城より全領主衛駅市の急居城であった津賀、群れ城に入城した。しかし、津賀、群れ城は、謙遜な山城で、平時の統治には不便であったため、翌1602年から万象川川口近くの八幡山で、新城の築城に取り掛かった。縄張りは、織田信長の元家臣で、安土追記に当たった、市田助佐田、石垣は、 天正期姫路城の石垣市港を指揮した石垣市の葉山勘左衛門が担当した。6年の歳月をかけて1606年にはおおよそ完成したが、1617年二の丸より失火して本丸と天守を消失した。1637年三大交渉の時、麓に三の丸を増築し、三の丸に館が移されて以降は城の中心施設として利用された。 三条の本丸、二の丸などは、消失及び館の移設によって放置され、後輩が、著しかったため、宝永6年に六代高喜びによって、天守以外の建物が復興、修復されている。1871年7月に、再起県庁が置かれ、再起城は、廃城とされた。三の丸以外の建物はすべて払い下げ、撤去された。土地は、旧藩主である、もう年家に、 上とされている。1970年、三の丸御殿の一部を解体、民間の建物として移築され、翌年、跡地に、私立埼玉文化会館が建てられている。2017年、俗日本百名城に選定された。2019年5月2日、埼玉市の文化財に指定された。標高144メートルの八幡山山頂一帯に、築かれた本丸を中心に、 南北に長く連隔式に廃止、本丸南に二の丸、西で丸、本丸北に北で丸、捨てぐるわを配置している。これに三大交渉の時に、ふもとの三の丸を加えた。三重の天守があった本丸と本丸外局林を、中心に二重櫓五木、平櫓一木、縄文七棟などが建て並べられた。本丸と二の丸は掘り切りで遮断され、当時は廊下橋が渡されていた。 三の丸やグラモンやグラなどの建物の使用は、下見板張りの壁に突き上げ式の窓、本、瓦原き屋根であったと考えられているが、詳細は不明である。三上の建物については、明治初期にすべて撤去されているが、三の丸やグラモンやいくつかの、一区原村建築以降に異常が残る。また、大手門関付近にあった役所の三府役所跡に、 埼玉市歴史博物館が2015年5月1日に開館し野外展示物として敷地内に保存された三府五門ともう年家を今を見ることができる。ありがとうございます。